皆さん、こんばんは。山上ファクトリーでございます。こんにちは。はい、お元気ですか？はい、で今日はこういう謎のですね、廃墟みたいなところからお送りいたしますね。今回はマッチ箱アート37話目になりますね。よろしくお願いします。はい、で今日は人間対 AI のアート考察というやつをやってみますね。はい、私もね、チャット GPT とかですね、今ね、いろいろありますけど、それもやってるんですけど、面白いですね、しかしね。で、人間と AI の作品の作り方の違いみたいなことをお話したいと思いますね。まず、AI はね、ご存知のようにデータの組み合わせで作品を作りますよね。で、人間っていうのは感情と物語を持って作品を作るというね、両方とも全然手法は違いますけど面白いですね。でもね、スピードとクオリティはもう AI の一人勝ち確定しておりますんで、ね、叶いませんよこれはね。でも人間は人間のいいところがありますからね。はい、土曜の夜はお楽しみください。カットアウトドン。はい、では早速始めましょうね。はい、私が作った作品を使って実験してみたいと思いますね。こちらはメリーゴーランドですね。はい、でこれを1000年後の世界に持っていったらどうなるかということで作ってみました。はい、これですよ。すごいですよね。もうね、何秒かでできちゃいますからね、怖いです。はい、ね、さらにこういくと、もうここになると面影がなくなっちゃって、なんだか分かんなくなりますけどね。まあ、綺麗ですね。はい、次はこちらね、私のマッチ箱アートを積み重ねたマッチ箱アートタワー。これですよ。何ですか、これは。完全にもうね、廃墟。水中に入れたら、遺跡ですね。はい、そしてこちらはね、工場の夜景っていうね、これもね、エイジングしたらすごいでしょ。ほら来た、これなんすか、これ煙がもう緑になってますねはい、なんかね、こういう未来の廃墟は似合いますね。はい、こちらはね、今度メルズドライブインのレストラン、これを1000年後、あら、こんなになっちゃってもうドロドロですねこれは綺麗というかどうなんでしょうね。はい、次はこちらですね、盆栽になります。これはね、ちょっと違うやり方やってみてね。こちらは、はい、これね、サンゴ礁になってみましたけど面白い。さてこちら、これはロボットですね。ロボットのマッチ箱。はい、これはなんかね、いいんじゃないかなと思ったら、やっぱりね、こんな感じでジブリな感じになりましたねはい、で、こちらはね、浮世絵の立体的な浮世絵やってみたんですけど、これ一体何ですか、これ認識できないんですねはい、と、あとこれなんかもね、アビーロードのね、ジャケットなんですけどね、これはどうもね、人間とかは難しそうなんですよね。はい、あとこれ神秘の森ね、これはこれでも出来上がってるんですけどね、やってみたらいまいち面白くないんですよね。そうそうそう、でこちらやっぱり歯車ですね。機械物は強いんですよね、コンピューター。ほら、これ人間が作ったらもう時間かかりますよこれはすごい。で、最後に皆さん飽きたと思いますんでね、私が実験台になりました。人間、これなんすか誰ですかこれは、これまた怖いんですけどもはや人間じゃなくなって、はあ、これはまあまあ一番まともでいろいろやってみた結果ですね、先週作ったこのマッチ箱の水彩絵の具セット、
これをやってみたら素晴らしい、綺麗ですね、好きですね。これはこのぐらいのバランスが一番いいのかもしれないですね。はい、ありがとうございました。また頑張ります。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。いかがでしたか、人間対 AI のアート対決。はい、でもね、やっぱりこういう本当の自然素晴らしいですよね。はい、で AI のテクノロジーと人間の感性みたいなのがね、融合するともっと面白い作品ができるかもしれないですね。頑張りますね。はい、で今日はこんなところで終わらせていただきますが、今日は海ですからね、泳ぎます。さよなら、また来週。